ははい皆さんこんこにちは今日はちょっと変わった角度からミュージシャンの人もしくは音楽制作 DTM をやっている人にとっても朗報なお話をします。約1ヶ月ぐらい前からふつふつと湧き出るように AI 系の YouTube インフルエンサーの皆さんがどんどん動画を出しているんですけれども皆さんマピファイという Web ツールをご存知でしょうかこれはマインドマップと呼ばれるような情報を図式で整理する便利なソフトですこのソフトを使えば今まで音楽の情報というのは英語でプラグインを解説したりもちろん DAW 本体自身も英語の情報がとっても早くそしてたくさんの情報があるので YouTube を見たりもしくはマニュアルを読もうとしてもほとんどが英語だったりしましたでもその英語 PDF ファイルなんかをうまく日本語に変換できるようなソフトというのも僕は今まで皆さんにご提案してきました無料のソフトで DocTranslator ーーというようなソフトがありまして 10MB までの容量制限はあるものの無料でここに PDF をドラッグドロップしたりしたらちゃんと図形も入った形で整形をして最初の英語 PDF とほぼ同じようなレイアウトで日本語化してくれるという便利なソフトですでも先ほども言いましたように容量に制限があったりとかまあマニュアルが 日本語になったということだけですので、整理してみたりとかというのにはとってもいいというほどではなかったです。というのも、メーカーがウェブサイトの方でマニュアルを表示してくれていたら、いわゆるブラウザの翻訳機能というのを使って、ちゃんと日本語にはできるからです。だんだんメーカーの方もそういうような対処もするようになってきまして、 pdf が100%ではないわけです。それを便利にですね、この mapify というソフトはできるということで、今回はそれをご提案したいと思います。mapify は無料ででも使えます。僕は本先ほど課金をしました。課金のシステムというのは、 今画面に表したようになっていまして年間払いをするといわゆる2024 10 40%年月現代は40オフとといいうとっっててもリーズナブルなな価格になっていま,すまあプロプランというのを推奨しているようなんですがでもこの 1919×12 ヶ月と考えたら年間2万円ちょっとぐらいいります。 最初の年にテスト的にやるのには、左側のベーシックというのが1000円弱でできますので、12000円ぐらいですね。そのぐらいでできるわけですけれども、音声の要約、例えば僕が今喋っていますよね。この喋っているのをパッと要約できたりとか、画像から要約できたりとかということはできないんですけれども、 皆さんにとって使い勝手のある YouTube 要約や先ほどから話してみます PDF 要約これの方はちゃんとできるのでまずはベーシックからお試しするというのも推奨できると思いますそして少しでも安く買いたいというような人はこの金額からさらに10%ですね AI の解説では お馴染みになっています、リモートワーク研究所さんというサイトの池田さんという方の名前で、マッピファイ池田という風にするとですね、割引価格というのが適用されて、さらにこの金額から10%オフというのができるようになっているようなので、池田さんがメーカーさんと とても強いパイプになってもらっていろいろ要望なんかも伝えてもらったりしやすいように僕はリモーートワーク研究所さんを応援しようと思いますある意味は僕らはライバルかもわからないんですけれども、まあ、僕の方はガチガチ当たらない AI といっても音楽の AI を中心にお話をしていますので完全なバッティングというのはないのでいつも 情報なんかはリモートワーク研究所さんの情報を参考にさせてもらったりしています。ですから、そのコードも概要欄に貼っておきますので、それで10%引きというのを適用してもらって、なるべく安く課金をしてもらったらいいのではないかなというふうに思っています。まあ、課金の話はそれまでです。じゃあ実際ですね、PDF を 要約するというのをやってみましょう。それはプラグインアライアンスさんというプラグインでは有名な会社のですね、マスターデスクプロというマスタリングツール。それがあるんですけれども、最近そのマスタリングツールの解説動画をアップしています。それのマニュアルです。どんなマニュアルか簡単にお見せしましょう。はい。こんな感じのマニュアルです。1ページ、2ページ、 3ページ。はい。約20ページ弱のページがあるような PDF ファイルです。これを PDF 文書というボタンを押して、ここにドラッグドロップしてみましょう。はい。ドラッグドロップした後は、このマッピファイという青いボタンを押すだけです。じゃあ、押してみます。しばらく分析をします。はい。もう、 できたようですね。徐々に変えていっています。これでできました。OK をします。右の下の方に拡大率というのがありますので、この拡大率というのをこのように選んでもいいわけです。でも、これではいちいちめんどくさいですよね。 Windows の場合、コントロールを押しながらマウススクロールをすると、このように縮小したり拡大したりできます。その部分を中心にこのようにできるわけです。普通にスクロールボタンを押すと縦のスクロールができますし、横を見たいときは先ほどのようにコントロールを押しながら縮小し、そしてそこを中心に大きくすれば、 部分的に大きく見ることができます。また、今、色分けしている、いわゆる1ページ分、それを一つずつ見ることもできます。右上の三角のマインドマップをスライドショーで表示というふうにすると、ページごとに見ることができます。はい。これが1ページ目というか、全体像ですね。7つのセクションに分けて書いてくれています。左右の矢印キーで、 行ったり戻ったり、このようにできるようになっています。例えば一つのところを深掘りしてみましょう。コンプレッサーとリミッターのアップグレードというのが、またこのように3つに分かれて説明をしてくれています。概略として、あ、こんな風な機能があるんだなっていうのを見るときによくわかります。エスケープキーを押して戻ってみます。 一つ一つのパートはもっと深掘りすることができるようになっています。ここで右クリックをして、さらにアイデアを生成するというのを選択しますと、そこからまた深い内容の方に入っていくことができます。また、ここにプラグインの基本操作というのがありますよね。ここを右クリックして、画像を生成するという風にすると、 画像をつけることができます。はい。このようなイメージです。プラグインの絵が出てくるのではありません。資料として分かりやすくするという意味での画像というふうに思ってください。そして、これらの見え方ですけれども、この基本になるマインドマップだけではなくって、いろんなフォーマットというのが変えることができます。例えば、これを選んでみます。 はい。ちょっと背景に色がついたりして分かりやすくなりましたよね。これは絵のごとくラインがカーブになっています。これでもう少し全体を見てみましょう。右クリックをしながら引っ張るとどこにでも自由にこのように動かすことができます。この右クリックはとっても便利ですよね。もう一度おさらいしますが、コントロールを押しながら マウススクロールを動かすと拡大縮小とかできるようになっています。見える場所を変えるのは右クリックをしてこのように左右に動かしたり上下に動かしたりという風うにできます。もちろん色も変えることができます。このように色を切り替えたりいろんな機能があります。そして今はマインドマップなんですけれども この見え方も色々ありましてツリーチャートという風にするとはいこのようになりますねマニュアルの場合はこれが案外いいと思うんですよねこうしてみると体型別によくわかると思いますそして右クリックをしてもっと詳しく教えてというのを選択しますするとこのように右にチャットが出てきますこうして より細かいところを読むことができるようになっているんです。これを追加させることもできます。このコンプレッサーとリミッターのアップグレードということに対してもう少し詳しくとかいうふうにチャットをするとこのように青く今なっているところが 追加されたわけです。もちろん AI ですから漢字を間違ったりりすす。るとというようよなこともありますそういう場合はダブルクリックをしてここに文字を追加することができます今は「あ」ーっと適当な文章を打ちましたが文字を追加したりすることもできますもし自分がメモのように書き込みたい時というのもありますよねそういういは、サブトピックを追加 とするとこのようにメモを入れたりということもできるんです修正をします今度はいいと打っておきますがまあこのようにして文章を付け加えていくこともできますしまたこれに対してサブトピックじゃなくって並列トピックというのがありましてこうすると項目を増やすことができるんですねサブトピック9というのができましたがここで 文字を変えることができるようになっています。そして編集を加えた後は他のソフトに持っていって資料を作り変えることもできるんです。ここで共有とエクスポートというのがあります。エクスポートをすると PDF にしたり、あとはマークダウンという方式に持っていくと いわゆるマークダウンというのは基本的にテキストファイルですのでそのように出力をして例えばブリューの動画ソフトで動画を作るというようなこともできます今日はそこまで深掘りはしませんけれどもまた別の機会にその辺の応用というのをお話ししたいと思いますこのように外部出力というのもできるわけです今度は多分ほとんどの人が一番 知りたいようなことだと思うんですけれども、YouTube の英語解説というのをやってみましょう。新しいマップを作成します。そうしまして、ここを YouTube にします。はい。先ほどと同じマスターディスクプロ Pro の解説、まあ僕のやつが上から2番目ぐらいにこのように出てきますが、これの英語の解説というのを探してみたいと思います。 はい。ここにメーカー公式のこの解説動画があります。これをやってみましょう。右の3点メニューから共有を選択します。そしてコピーをします。こちらの方に戻りまして URL をこのように貼り付けます。そして Mappify を押すだけです。 はい。出来上がりました。このメーカー公式の動画を日本語で解説してくれたわけです。こうしておけば、なんとか英語の単語だけがわかるとか、英会話は分からなくっても、DAW やプラグインに慣れていたら、なんとなく、例えばミュージックという言葉だったり、プラグインとかいうような単語であったり、もしくはハイ、ローとか、 音楽に出てくるような会話というのはなんとなく耳に入ればおおよその流れとかいうのはわかりますしもちろん字幕なんかを日本語にしておくとまあ、少しはわかりやすいそれをさらっと見た後にこれを見直すとかですねそういうことに使うのもいいのではないでしょうかそして先ほどもやりましたプレゼンテーションこれでですね 表示すると、このように1ページずつ見ていくことができますので大体の要約というのが分かるようになりますそして先ほどからもやってますようにここに対しての詳しいことを知りたい時は右クリックをしましてさらにアイデアを生成するというふうにするとこのようにその中身についてこういうまとめをし直してくれる という,ふうになります。ですから先ほどの事例の PDF を要約するという方法もありますし英語の動画ではどんなことを話しているのかなとか思うようなプラグインの解説もしくは DAW の解説音楽のソフトというのはほとんどの場合英語というのが主流になっていますのでなかなか英語が苦手な 日本人というのはですね、多分困っていたと思うんですけれども、このマピファイがあれば、とっても便利な使い方ができると思いますので、皆さんもチャレンジしてみてください。最初は無料ででもできますので、無料で数回できるのを試してから課金をした方がいいと思います。そして先ほど言いましたように、さらに10%割引が リモートワーク研究所さんのコードで使えますので課金するときは無駄にしないようにしましょう。では、ミュージシャンや DTMR が英語のマニュアルや、そして英語の YouTube、これらが苦手で困っていた人に朗報ということでご紹介をしました。ぜひぜひチャレンジしてみてください。では、今日もご視聴ありがとうございました。まったねー。